カイコンですが、今回はですね、シボレーの、これはシュベルのワゴンなんですけども、シベルとして説明しますが、シボレーのインターメディアルシュベルは66年に新しいボディが与えられた。で、他の車種と同様、マッスルカーへの道を歩んでいたシベルに、高度式から396、6.5 リッター V 加乗を標準とした、シュベル SS396 というのが、まあ、登場したということで、これはそのシュベルの、ワゴン、まあ、シュベルはクーペ、このワゴン、あとセダン、クーペ、確か4種類ぐらいあったんじゃないかなとも思うんですが、まあ、そんな多くのシュベルの中の、このも1台のシュボレーのシュベルというわけですね。まあ、1970年代から80年代ぐらいあたりの車っていうのは、まあ、こういう車がね、流行っていた時代があったんですね。この、まあ、シボレーって言うと、でかいもの車ってイメージが確かにあるんですが、まあ、でかいのも、でかい車っていうか、セダンタイプのがとか、スポーツカータイプっていうのが真っ先に思い浮かべるんだけども、例えばフォードのマスタングとか、あとはインパラとかね、そういったのをイメージとして思い浮かべるんだけど、その影にちょっと隠れような感じになってしまうかもしれないけども、意外にこういうワゴンっていうのもね、人気がありました。で、こういうこの後ろのシュッとしたこの姿というのもなかなか面白いなと思ってね、いいなっていう感じです。こういかにもこうなんかホットビールが、まあ、これホットビールなんですけども、いかにもホットビールが好みそうなね、このシュッとしたデザインというか、まあ、そういうところがこのいいなというふうにね思う、まあ、そういう車であるかなという感じがして、非常にね面白い、そういう車になっているなという感じです。このいかにもアメリカンみたいな感じが好きで、この色合いのね、オレンジの色合いというのもまたいい味を出してるなと思いますね。どうもありがとうございました。